待機者制ドライスクラバーシステムは塗装ブース下部にモジュールごとで配置されています。塗料ミストは両サイドに効率よく回収されるとともに、中央部分は汚れにくく、清掃する面積が格段に少なくなります。ブース下部のグレーチング高さは自由に設計できます。下に配置するドライスクラバーモジュールの必要スペースとしては約1900ミリの高さだけとなり、ブース全体の低床化が実現できます。塗料ミストは段ボール、クラフト、バグフィルターを順に通過、補修され、ほぼ 99% の塗料ミストが除去された空気となって廃棄されます。フィルターサーツの合計が設定値を超えるとフィルターの交換タイミングになります。まずモジュールごとに設置されているスイッチをオフにします。スイッチオフでモジュールの虹側にあるダンパーが自動で閉まります。次に上部シャッターを閉じます。同時にストッパーが自動的に開き、モジュールの切り離しが可能となります。新品のモジュールを差し込みます。ストッパーが閉じてモジュールとダクトをつなぎます。ダンパーが開いて風量制御を開始します。廃棄するモジュールをフィルター交換エリアに移動します。回転リフターを使用して短時間で簡単にフィルターの交換作業を行います。2段目のクラフトフィルターをモジュール中間より引き出し、汚れたフィルターを捨て新しいフィルターをセットします。リフターにより上部モジュールを持ち上げて下部モジュールを引き出し、その後バグフィルターを交換します。上部モジュールを回転リフターで持ち上げて、その下に排気ボックスを設置します。持ち上げた上部モジュールを回転させて、段ボールフィルターを排気ボックスに落として回収します。下部モジュールを回転リフターの下に移動・設置します。上部モジュールと合体します。新しい段ボールフィルターをセットして、新品モジュールの完成になります。